トモキユウシベロンベロンしぼざと、はい、大変でよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで今回はピロンピロン下田さんが真ん中にいらっしゃるので、ピロンピロン下田さんがお話しする回となっております。うん、よろしくお願いします。ちょっとあらかじめ言っておきたいことがあって、はい、今回する話、まあ、閲覧注意と思っていただけたら、だからこの先進めるかどうかっていうのはもう自己責任でお願いしたいです。もう R18 指定ぐらいの気持ちですかね、僕的には。もうちゃんと体制がある方じゃないと正直見てほしくないなっていう、逆に。話、これ僕がですね、まあ、今から3年前実体験なんですけど、3年前くらいに今世界中を混乱に陥れているコロナウイルスがあるじゃないですか、新型コロナウイルス、はい、今ここで一回あれやってもいいですよ、なんかエコーかけた感じで新型コロナウイルスってやってもいいですよ。いやいいよ、編集に指示出されスナーってやった。僕がこれ3年前ぐらいに感染しまして、でちょうど3年前くらいの夏、2週間隔離されてたんですよ、うん、もう本当にこのコロナというものが、新型コロナが出てきて結構まあ早い段階で僕感染してしまって、僕新聞にも載ってお店もやっていたんですけれども、約2日間で5、600件僕に直接クレームの連絡が来るという、それくらいもう大変だったんですが、まあでも正直僕1日目で熱は下がって、で検査結果待ちを2日間ぐらいして、はい、コロナでした、今日から入院してください、隔離です、で、まあ、入院の荷物自分で用意して病院に向かいまして、まあ、個室なんですけど、部屋の扉を、横開きの扉開けたら通路があって、通路を出たら、まあ、四角形の、ちょうど四角形の部屋になってるんですよ、うん、まあ、四角形の部屋で通路があって入り口があるみたいな。で、もうこの2日間で、まあ、500、600件クレームの連絡が来て、まあ、僕は結構疲弊、心身ともにもちょっと嫌だなと思ってて、もうなんかとりあえずカーテン開けてないやと思ったんで、外の景色を見てちょっと気分転換しようと思ったんですよ。でカーテンをシャッって開けたら、一面、本当に一面病院の駐車場、あの駐車場です。お墓とかじゃなくて、しかも人っ子一人いない、景色が見える景色が全て駐車場、やば、かすかに空しか見えないな。でそしたらある時看護師さんが、まあ僕が元気ないのを見かねてというか、下田さん空気の入れ替えもしてくださいね。あ、確かにこう窓がある、そっか、空気の入れ替えするか。窓開けようとしたら、こんだけしか開かないんですよ。ちょっと待ってくれよと。口も入らないぐらいしか開かないじゃないか、これ。まあ、口は入れることない。息したくても。でも、ストレスがすごいな。で、何のストレスが一番かというと、まあ、タバコを吸えないっていうのももちろんそうなんですけど、夜一人での営みができないっていう、うん、これまあちょっとオブラートに包んで言いますけど、オナニーができないはっきりで、これ、まあ、病院だからできないっていうのもあるんですけど、まあ、マナー的に2週間ですからね、隔離されてる期間で、まあ、やろうと思ったらこうトイレ鍵閉めたりとかして、その発散することはできるじゃないですか。けど、まあ僕この個室トイレなくて、トイレだけは外にあってっていう。で、なんで一人営みができなかったかというと、毎晩牛蜜時、夜のちょうど本当に2時ぐらいに、まあ僕夜のお仕事してるんで、夜型なので夜中2時とかも平然と起きてるんですけど、携帯とかいじってたらドアがガラ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 って優しい音が開くんですよ、うん、スタッ。で、この通路のギリギリぐらいまで来たら、またガラガラガラって
消えていくんですよ、だから僕ベッドで寝ててもこの入ってくる入り口のところで引き返すものだから誰が来てるかわからないというか、で看護師さんが入ってくるときはなんか失礼しますみたいな感じで、下里さんまだ起きてるんですか、早めに眠ってくださいね、すいません僕夜型なんでこの時間眠れなくて、そうなんですね、でも眠った方がいいですよみたいな会話はあるんですけど、もうひどい時1日に3回ぐらいガラガラガラ、ガラガラガラ、何これがあるから僕は一人営みができない、営みができないんですよ何みたいで、でもこれ、4日目5日目ぐらいでこれの正体が分かりまして、僕隣に80代ぐらいのおじいちゃんが入院してたんですけど、同じくコロナで、この方が夜トイレに行って戻ってくるときに必ず僕の部屋に間違って入ってきてるで、通路通ってこの大きいこの四角形の部屋に来る手前ぐらいで、本当にかすかに4日目ぐらいでかすかにわしの部屋じゃないなっていうのが聞こえてきて、これがこの1日に何回もあれここ私の部屋じゃないな、ガラ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 、あれここ私の部屋じゃないな毎晩何回も、まあおじいちゃんなんでトイレが短いんですかね、これでおができなかったという話どんな話これが本当にストレスがたまるような恐怖体験でした恐怖体験なのかちなみにですけど僕これ、まあ、クレーム5、600件受けました。タバコも吸えない、景色も駐車場窓もちょっとしか開かない、で夜眠れずに起きてても早く眠ってくださいって怒られる、こういうのが立て続いて、僕痛風持ってるんですけど、痛風って、食事だけではなくてストレスとか睡眠不足でも痛風発症するんですよ、尿酸値がバンって上がってる、これで僕病院食朝昼晩って食べてるのに、健康な食事生活してるのにもかかわらず痛風発症しましたからね、入院中に、そう、入院中に。で当時は体重が109キロぐらいあって、退院したら体重2キロ増えてたんで病院食食べてたはずなのに、ストレスかわからないですけど、それが一番怖い話かもしれないですね。ただもう何が嫌かって、入院する頃には僕もうピンピンだったんで、ピンピンだしね、もうピンピンビンビンよ、ね、ストレスだけじゃなくて、そう、性欲もたまに最悪な2週間でしただからね、そのまあそれはまあ、危険なウイルスだったということで、はい、まあ、国が定めたことにはまあ従いますけども、ただあのおじいちゃんが毎晩毎晩間違って入ってくるもんだから、おじいちゃんは心霊体験に合ってたのパラレルワールド、自分の部屋に完全に入ってるはずだけど、あれ私の部屋じゃない、朝昼は入ってこないのよ、夜はやっぱ暗いからなのか、寝ぼけまなこかもしれないし、じゃあ今回の話は以上なんですが、はい、よかったなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、シェア、鈴のマークなど、通知マークなどやっていただけたら非常に嬉しいです。ではまた次回、ハイタイホネ、ハイタイホネ、ピースピース、いやダサーいいな、でもかっこいい、どっちダサいのかっこいいのタイプ、かっこいい、こういうのいいやろ、かっこいいやろ、ピースピース、いや、ダサい、ダサかっこいいこれはダサいないと思います